北薩火山群は、九州南西部、鹿児島県薩摩地方北部のイム大気付近を中心として、東西約5 0トル、南北約4 0トルの範囲に広がる火山群である。四万塗装群と呼ばれる基盤地層の上に比較的小規模な溶岩流、溶岩ドーム、火砕流堆積物などが散在している。各所に固定堆積物の地層も残されており、 火山活動によって作られたカルデラ湖あるいは赤戸湖が存在していたと考えられている。火山の活動時期は前進予から後進予にかけてであり、比較的新しいイムタ火山や丸山などを除いて侵食が進んでおり、火山としての原型を止めていない山海が多い。火山活動の名残として多くの熱水交渉が形成されており、串木の鉱山、入木鉱山、 山が、の、金山などの鉱山が開発された。また、湯の本温泉、川内鷹城温泉、宮之城温泉、四日屋温泉、伊無田温泉、郡山温泉など多くの温泉地を抱える。薩摩仙台市と市菊式野市の境界付近に前期、前進予に活動した比較的古い悲惨群がある。 おおむね安山岩からなっているが、訂成から長い年月を経ており変質している場所が多い。鹿児島市、日置市、薩摩仙台市の境界付近に、後期前進用に活動した火山群がある。おおむね安山岩と流門岩からなっており、八重山付近には玄武岩も見られる。鹿児島市と愛良市の境界付近に中期後進用に活動した比較的新しい飛散群がある。 おおむね安山岩と、デイサイトからなっている。イムタ山薩摩仙台市と薩摩町の境界付近に、中期更新予に活動した比較的新しい、飛山群がある。主に安山岩からなっている。薩摩町と霧島市の境界付近を中心とした、直径約 15km の範囲に全期更新予に、活動した、火山群がある。おおむね安山岩と玄武岩からなっている。ありがとうございます。